どうも、ゆっくりレ夢ムです。同じくマリサだぜ。ねえねえマリサ。なんだ、しょったれ赤まんじゅうよ。新潟県の方言で、だらしない、って意味の言葉じゃない。こんなに真面目でシャキッとした赤まんじゅうちゃん、他にいないわよ。また今日も失礼なこと言ってきた代わりに、何か気になることを教えてよね。仕方ないな、いいぜ。じゃあ今回は、突然すぎる事故で他界してしまった芸能人、有名人17選を紹介するぜ。今回は、かなり重いというか、悲しいテーマね。ああ、日本の有名人の中には、不慮の事故や思いがけぬアクシデントなどにより、命を落としてしまった人たちがいるんだ。今回はそんな、切ない経緯により旅立たれてしまった人たちについて解説するぞ。なお、ここ最近で亡くなられてしまった方々についても触れさせていただいているぜ。わかったわ。悲しいけれど、個人の方々の功績を改めて振り返るって意味でも、大事なことよね。ああ、私もそう思うぜ。それじゃあ、解説お願いするわ。よし、わかったぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず最初に紹介するのは、藤岡弘太さんだ。JRA、日本の競馬界で騎手として活躍されていた方よね。ああ、藤岡騎手は1988年生まれで、2007年に JRA の騎手としてデビューしたんだ。滋賀県出身で、父が調教師、兄が騎手という競馬一家で育っていたんだぜ。まさに競馬界のサラブレッドだったのね、すごいわ。デビューから3年目の2009年に G1 初勝利を挙げた後も堅実な勝利を重ねていき、人気と実力を兼ね備えた騎手として長きにわたり活躍。通算勝利も803勝まで伸ばしていたんだ。長い間ずっと第一線で戦い続けていたなんて、尊敬だわ。だがそんな藤岡騎手の身に、突然のアクシデントが訪れてしまったんだ。2024年4月6日に行われたレースに出場していた藤岡騎手だったが、手綱を取っていた馬がコーナーを曲がる際に他の馬と接触してしまい、藤岡騎手はその勢いで落馬、胸と頭を負傷してしまい、病院で治療を受けることとなったんだ。懸命の治療が行われていたが、事故から4日後の4月11日19時49分に、藤岡騎手は亡くなられてしまった。享年35歳だったぜ。現役で活躍されていた騎手が、こんなに若くして亡くなられてしまうなんて、武豊騎手はじめ、多くの関係者やファンが突然すぎる訃報に悲しんでいたな。このアクシデントがなかったらこれからもたくさんのレースに出場して勝利を重ねていたでしょうに、切ないわね。ああ、競馬は落馬事故が多く危険も多いと言われているが、本当に悔やまれる事故だよ。次に紹介するのは、俳優の高橋義明さんだ。めちゃくちゃ爽やかでイケメンな方ね。高橋さんは1972年生まれで、1984年から子役タレントとして活躍していたんだ。1987年には、お呼びでないやつってドラマ初主演も飾り、アイドル歌手としてのデビューも果たしたんだ。このデビュー曲はオリコンランキング初登場9位となり、最終的にはレコードの売り上げは81万枚に達したという、ものすごい人気っぷりだったのが伺えるわね。そんな高橋義明さんだが、なんとわずか16歳という若さでこの世を去ってしまわれたんだ。嘘でしょ？1989年1月15日夜、オートバイを運転中に歩行者に接触しバランスを崩し、停車していた車に衝突してしまったんだ。すぐに病院に搬送されたものの事故当時は、重傷頭部外傷で全治3ヶ月なものの、命に別状はない、という診断が下されたそうだ。よかった、けどそのまま順調に回復、というわけにはいかなかったのよね。ああ、4日後の1月19日には意識が回復し、会話ができるようになったものの、22日に体調が急変してしまい、23日の明け方に亡くなられてしまったそうだ。まだ16歳でこんな壮絶な最後なんて、かわいそうすぎるわ。高橋さんは残念な結果になってしまったけど、接触された方はどうなったの？大腿骨を骨折する重傷を負ったが、命に別状はなかったみたいだな。それだけは不幸中の幸いね。そうだな。ちなみにこの件については高橋さんが無免許だったという噂があったり、治療に当たった医師が取材に対し不適切な発言、高橋さんを侮辱するようなことを言っていたり、いろいろと揉め事があったようだぜ。なんだか医療事故も疑われる騒動にまでなったようね。ちなみに高橋さんの名誉のために補足しておくが、高橋さんは事故当時、レンタルビデオ屋に行くためにバイクを運転していたそうだ。決して危ない遊びをしていたわけではなく、ごく普通の仕様だったそうだよ。そうだったのね。それを聞けて、何か少し安心したわ。けど将来の活躍も期待されていたでしょうし、残念でならないわね。次に紹介するのは、志賀真理子さんだ。とっても可愛いわ。この方はどんな人だったの？アイドル歌手、そしてタレントや声優として活動していた人だぜ。志賀さんは1969年生まれで、子役の頃から活躍していたんだ。モノマネ番組にたくさん出演し、八代亜紀さんのモノマネが好評だったり、1985年には歌手デビューを果たした曲が、魔法のプリンセス、ミンキーモモ、夢の中のロンド、という OVA の主題歌に採用されたぜ。1986年にはアニメ、魔法のアイドル、パステルユーミの主人公ユーミの声優、主題歌も担当していたんだ。すごい、マルチに活躍してたのね。ああ、だけど1988年には大学進学の際に学業と芸能の両立は難しいとして、芸能界を引退するんだ。そして翌年に留学していたアメリカで、彼女は突然の最後を迎えることとなるんだ。そんな、楽しいはずの留学生活で何が起こってしまったの？1989年11月23日、この日志賀さんは友人4人とアリゾナ州へ小旅行に出かけていたんだ。走行していた高速道路で、飛び出してきた動物を避けるために急ハンドルを切ったところ、車は激しく横転してしまったんだ。その弾みで志賀さんは車外へ投げ出されてしまった。志賀さんは全身を激しく打ち付けられ、その場で帰らぬ人となってしまったそうだ。20歳という若さで、彼女は人生を終えることとなってしまったんだ。せっかくの旅行でこんな目に遭っちゃったなんて、かわいそうね。一緒にいたお友達たちは、どうなってしまったの？4人ともそれぞれ重軽傷を負ったものの、命は無事だったぜ。それは良かったわ。けど志賀さんが助からなかったのは不運すぎたわね。若い人の急な事故の話は、本当に悲しくなってしまうわよ。次に紹介するのは、柳原ひろみさんだ。とても可愛い人だけど、あまり見たことがないかも。どんな方だったの？ハロプロ所属のアイドルグループ、カントリー娘のメンバーだった人なんだ。北海道の農場で働きながらアイドル活動もするというコンセプトのグループで、里田舞さんが所属していたことでも有名だな。柳原さんはオーディションによって選ばれたグループの初期メンバーだったんだが、メジャーデビュー直前に、不慮の事故で命を落としてしまったんだよ。そんなことがあったのね。一体なぜ柳原さんは亡くなってしまったの？1999年7月16日17時頃、振り付けのレッスンを受けるために柳原さんは車でスタジオまで向かっていたんだ。メジャーデビューを1週間後に控え、練習にも力が入っていたようだが、運転中にハンドル操作を誤ってしまい、車は蛇行。軌道修正しようとさらに急ハンドルを切ると、その勢いで車体は横転し、柳原さんの体は車外へ投げ出されてしまったんだ。その後、柳原さんは車の下敷きになってしまったという。聞いただけで恐ろしくなってしまう光景ね。その後、救急車ですぐに帯広救急救命センターに運ばれたが、19時10分にこの世を去られてしまったぜ。享年19歳と、本当に早すぎる最後だった。デビューを控えてワクワクしていただろうに、かわいそうすぎるわよ。当時、この事故はニュース報道され反響もかなり大きく、発売予定だったシングル、二人の北海道は、柳原さんが映っているバージョンのまま発売されたぜ。CD は各地で売り切れが続出することとなったんだ。柳原さんの歌声が入った貴重な CD だし、彼女がアイドルとして活動した証が世に出されてよかったわね。そうだな。願わくば普通に元気な状態でメジャーデビューを迎えて欲しかったけどな。次に紹介するのは、女優の太地紀和子さんだ。すごく色っぽい、素敵な女優さんね。この方も昭和を代表する名女優さんの一人だぜ。太地さんは1943年生まれで、1959年から女優活動を開始するぜ。その後は1968年に出演した映画、やぶの中の黒猫で一躍有名になり、1978年の映画、男はつらいよ、虎次郎夕焼け小焼け、でマドンナである芸者ボタン役を演じていたのも印象的だな。調べてみたら、映画にテレビドラマ、CM にと大活躍の女優さんだったみたいね。ああ、そんな太地さんだが1992年10月13日、海へ転落した車の中から発見されるという、悲しすぎる最後を迎えてしまっているんだ。海に落ちた車の中から？太地さんの身に何が起きたの？太地さんは舞台出演後に、共演した俳優2人とスナックを飲み歩いていたんだ。この時太地さんが、海が見たいと言い、スナックのママが運転する車にて、4人で海を訪れたんだ。ひとしきり海を眺めた後に帰ろうとするが、桟橋で方向転換しようとした車は、誤って海に転落してしまったらしい。この時、時刻は午前2時過ぎだった。ひえー、真夜中の海に車ごと落ちてしまったってこと？そういうことだ。スナックのママと俳優2人は自力で車から脱出し助かったものの、太地さんは車の中でぐったりしている様子で発見され、48歳という若さでこの世を去ることとなってしまったんだ。なんで太一さんだけが逃げられなかったの？泳げなかったこと、この時かなりの深酒状態だったことが原因だったそうだぜ。真夜中にこんな状況になったら、周りの人も太一さんを助け出すのは難しかったんでしょうね。そうだな。そしてこの時出演してた舞台と事故の内容が似ていたこともあり、太一さんの最後には不可解な噂がつきまとうこととなったぜ。不可解な噂って？太一さんが舞台で演じていた、お吉という役柄と、大地さんの境遇が似ていること。以前から、水が怖いと言っていたことや、生前に、私には霊感がある、と言っていたことなどから、大地さんに、お吉が乗り移ってしまったと言われるようになったんだ。そういうことなのね。まあ、あくまで噂や都市伝説の類の話なんだろうけど、昔のことだし真相はわからずじまいだろうけど、悲しい最後だったのね。人気の女優がこんな最後を迎えてしまうなんて、あまりにもかわいそうすぎるよな。次に紹介するのは、中本浩二さんだ。ザ・ドリフターズで活躍していたわよね。ああ、中本さんは1941年生まれで、高木ブーさんの誘いにより1965年にドリフターズに加入するぜ。志村さんの訃報後も、同じメンバーだった高木ブーさんや加藤茶さんと精力的に活動していたのが印象的だったわよね。そんな中本さんだが、2022年10月19日に突然の最後を迎えることとなってしまうんだ。確か車に、という事故だったのよね？そうなんだ。10月18日の朝方9時、神奈川県横浜市西区浅間町の交差点を横断していたところ、73歳の男性が運転する乗用車にはねられてしまったんだ。しかもこの時の中本さんは、奥さんである純方さんが経営するカレー店を訪れ、その後の帰宅途中に交通量の多い交差点を横断している最中だったんだ。そんなタイミングでの事故、悲しいわね。すぐさま病院へ搬送されるも、事故後から意識が戻ることはなく、81歳で帰らぬ人となってしまったぜ。中本さんの訃報もすごく驚いたし、何より高木ブーさんや加藤茶さんの悲しそうな様子が、見ていてとても辛かったわよね。そうだったな。中本さんが空の上で、志村さんや碇谷長介さんと酒を酌み交わせていたらいいな。次に紹介するのは、宝塚女優の勝木ひろみさんだ。勝木さんは1936年生まれで、宝ジェンヌとしての初舞台を踏んだのは1954年だ。写真も白黒だし、結構昔に活躍された人なのね。そうだな。だけど彼女ほど衝撃的な最後を迎えてしまった芸能人は、他にいないかもしれないぜ。それだけ大変な目に遭ってしまったってことよね。ああ、彼女は体が腰部分から真っ二つになってしまったんだ。言葉で聞くだけでゾワッとしてしまうわ。彼女の身に何があったの？悲劇が起きたのは、1958年4月1日のことだったぜ。勝木さんはこの日の夜の部の舞台にて、乗降用の装置である競りに巻き込まれてしまったんだ。演出上、カップルが下に沈んでいくシーンだったんだが、勝木さんのスカート衣装がシャフトに巻き込まれてしまったんだ。一緒に舞台下まで降りた演者が早着替えに向かおうとしたところ、やめてー、という声とともに、後ろで何かがバリバリと音を立てて飛び散るのを感じたそうだ。視線を競りに戻すと、無表情で宙ぶらりんになっている勝木さんが目に入ったそうだ。そんな、この時勝木さんの体にはすごい圧力が加わっていて、わずか1秒で体が切り離されてしまい、この世を去ってしまったんだ。可憐な宝ジェンヌがこんな最後を迎えたなんて、残酷すぎる。まったくだよな。この一件後に衣装や舞台装置に改善が施されていったようだが、そのための犠牲としては、あまりにも大きすぎたと思うぜ。次に紹介するのは、坂本九さんだ。坂本さんは1941年生まれで、歌手、タレント、俳優として活躍された方だ。どんなに若い人でも知っている名曲を、世にたくさん送り出した人よね。ああ、坂本さんは1959年に、題名のない歌だけど、という曲でバンドの一員としてデビューした後に、ソロ歌手に転向して、数多くのヒット曲を飛ばしていくぜ。上を向いて歩こう、見上げてごらん夜の星を、明日があるさ、涙くんさよなら。パッと思いつくだけでも、これだけの代表曲が思い浮かぶわね。ああ、そして歌手のみならず司会業までこなす、昭和の大スターだったぜ。それなのに、飛行機事故で、という最後だったのよね。そうなんだ。レコード会社を移籍し歌手活動を再始動させようとしていた矢先の1985年8月12日に、飛行機の墜落事故によりこの世を去ってしまわれたんだ。43歳とまだまだ若かった。日本航空123便のこの事故は、乗っていた520人の方が犠牲となった大事故だったのよね。そうなんだ。機体後方に乗っていた4名しか生存できなかったそうだ。妻であり女優の柏木由紀子さんは、事故前日頃から坂本さんにいつもと違う様子を感じていたらしいんだ。いつもと違うって?前日には我が子を抱きしめながら、長い間目をつむっていて、事故当日の朝には、今日は雲が早いから飛行機に乗りたくないんだよね、と、娘さんに言っていたそうなんだ。何か虫の知らせみたいなものを感じてたのかしらね。もしかしたら、そうだったのかもしれないな。墜落現場には御巣鷹山慰霊碑があり、残されたご家族は今でも8月12日の慰霊登山に参加しているそうだ。一家の主を突然失ったご家族の悲しみは、計り知れないものがあるわよね。次に紹介するのは、声優の塩沢兼人さんだ。北斗の拳のレイや、クレヨンしんちゃんのブリブリザイモン役で有名な声優さんよね。そうだぜ。私的にはゲーム、メタルギアソリッドのグレイフォックス役が印象的だな。塩沢さんは1954年生まれで、幼稚園生の頃から劇団ひまわりに所属し、20歳の頃に洋画の吹き替え声優としてデビューを飾るぜ。以降はさっき挙げた作品以外にも、いろんなアニメで声を担当されていたわよね。ああ、唯一無二で魅力的な声質の持ち主だったよな。そんな塩沢さんだが、2000年5月9日にアクシデントに見舞われてしまうんだ。この日の午後4時頃、彼は自宅の階段から誤って転落してしまったそうだ。目立った傷もなく本人も、大丈夫だ、と言い、そのまま仕事に向かったそうだが、午後10時頃に容体が急変し、意識不明の状態に陥ってしまったらしい。すぐに病院に搬送されるも、翌日5月10日の深夜0時54分に、脳挫傷により旅立たれてしまった。享年46歳と、若すぎる最後となってしまったぜ。見た目上は平気そうに見えても、実は脳にはかなりのダメージがあったのね。最前線で活躍されている中での訃報で、当時多くの人が驚き悲しんだわよね。ああ、彼が演じていたブリブリザイモンは、塩沢さんの声以外考えられないと、その後長年にわたりキャラが封印されていたんだ。ブリブリザイモンがアニメに長いこと出ていなかったのには、こんな悲しい理由があったのね。今でも塩沢さんを懐かしむ声優ファンは数多くいるし、本当に悲しい事故だったと思うぜ。そうね。みんなももし転倒や事故にあったら、絶対に病院に行くようにしてね。次に紹介するのは、女優の菊陽子さんだ。この方は、昭和時代に活躍された女優さんなのかしら?ああ、若い世代には馴染みがないかもしれないが、彼女の最後はかなり壮絶で闇が深いぜ。菊陽子さんは1950年生まれで、6、7歳の頃からモデルとして活躍していたんだ。1971年のドラマ、好き好き魔女先生では主役を務め、人気女優として認知されていったぜ。だが1975年4月29日、新宿区の自宅マンションにて、交際していた俳優の男の手にかけられ、24歳という若さでこの世を去ってしまうんだ。付き合っていた俳優に?二人の間に一体何があったの?犯人となったのは藤沢洋二郎で、当時は仮面ライダーなどの特撮ドラマに脇役として出るような俳優だったんだ。藤沢は菊さんに冷たくされたと言い、よりを戻すために彼女のマンションを訪れたんだ。そして別れ話がもつれた結果、彼は自分の手と細い電話機のコードを使い、菊さんの首を、なんて身勝手な男なのよ。菊さんがかわいそうすぎるわ。菊さんの父親は前々から、藤沢とは別れるようにとアドバイスしていたそうだ。事件当日は菊さんは父親にモーニングコールを頼んでいたのに電話に出ず、事件が発覚したぜ。お父さん、さぞ悔しかったでしょうね。その後、藤沢という男はどうなったの?何度か自ら命を投げることを試みるも失敗し、警察に実施に来たところを逮捕されているぜ。犯人は、最後まで身勝手な男だったのね。こんなことがなければ菊さんはもっと女優として活躍できただろうに、残念で仕方ないわ。次に紹介するのは、タコ八郎さんだ。名前は聞いたことあるけど、どんな方だったの?元プロボクサーでコメディアン、俳優業もこなしていたというすごい人なんだぜ。タコ八郎さんは1940年生まれで、1960年にプロボクサーデビューを果たすぜ。1962年に日本フライ級王座を獲得した後はコメディアンに転身し、以降は子供からお年寄りまで、様々な人に愛される存在になっていったんだ。世代でない人でも名前を聞いたことあるくらいだし、みんなの記憶に残っている人なのね。そんなタコさんだが、1985年7月24日に突然の訃報が流れ世間はとても驚いたんだ。タコ八郎さんの身に何が起きてしまったの?神奈川県の海水浴場で泥酔状態で海に入ったところ、心臓麻痺を起こしてしまったそうなんだ。お茶の間の人気者は、44歳という若さで突然この世を去ってしまったんだ。溺れてしまったわけではないけど、ということなのね。そうだな。この訃報は、当時タコさんがレギュラー出演していた、笑っていいともで、司会のタモリさんから世間に発表されるという、異例の事態となったんだ。タモリさんも共演メンバーの訃報を知らせるのは辛かったでしょうね。また当時、女優の秋竹城さんはタコ八郎さんと真剣交際を発表していて、また一緒にサイパンに行きたかった、と号泣していたそうだよ。秋竹城さんとタコ八郎さんのお話も、結構有名よね。そんな秋竹城さんも2022年12月5日に、大腸がんのため75歳で亡くなられてしまったな。悲しいわ。今は天国でタコ八郎さんと秋竹城さんが仲良く過ごせているといいわね。次に紹介するのは、俳優の菅貫太郎さんだ。昭和を代表する名俳優、名悪役ってイメージの方ね。そうだな。菅貫太郎さんは1934年生まれで、菅貫の愛称で親しまれていたぜ。中央大学に進学するも中退した後、1957年に俳優座養成所に入所し、1960年に初舞台、セチュアンの前任でデビューして以降は、人気俳優として様々な作品に出演していたぜ。私的には、時代劇でのこの役が印象的よ。1989年2月20日に放送された水戸黄門で演じた、一条三味、通称、マロだな。そんな菅さんだが、1994年3月16日の深夜に帰宅している際、自宅すぐ近くで、かなりのスピードを出したバイクに接触されてしまったんだ。頭部を強打し脳挫傷となってしまい、6日後の3月22日に他界されてしまったという。この時菅さんは59歳で、事故の少し前にも暴れん坊将軍や銭形平次に出演していて、人気の俳優として活躍し続けていた中での訃報だったんだ。そうだったのね。ちなみにバイクを運転していた人はどんな人だったの？どうやら、この事故の詳細はあまり公表されていないらしく、そういった情報はほぼ不明なんだ。そうなのね。当時はまだインターネットもそこまで普及してないし、仕方ないのかもね。菅さんの演技力はものすごかったらしいし、ご存命だったならもっとたくさんの役を演じられていただろうに、残念だわ。次に紹介するのは、俳優の殿広浩二さんだ。この方は、昭和時代の俳優さんかしら？彼は1947年生まれで、1972年にテレビ番組、解決ライオン丸にて、主役のライオン丸のライバルや、タイガー城に起用されて注目を集めるぜ。だがこれからの活躍が期待される中、突然のアクシデントによりこの世を去ってしまったんだ。殿広さんの身に何があったの？1972年12月11日、彼は撮影スタッフと共に滋賀県彦根市の民宿に泊まっていたんだ。次の日はロケなしのオフ日だったこともあり、かなり深酒をしていたらしい。酔った状態で水を飲むために席を立ったんだが、すでに館内は消灯されていて、彼は道に迷ってしまうんだ。深酒状態で暗闇を歩くのは危険よ。そして殿広さんは、唯一明かりがあった女性風呂に迷い込み転倒してしまった。その際にガラス戸に突っ込んで脇腹を切っていて、同時に湯船に落ちてしまったんだ。そのまま出血多量となり亡くなってしまったぜ。25歳とまだまだ若かったぜ。あまりにもかわいそうすぎる最後ね。スタッフの誰かがついていってあげれば、事故は防げたかもなのに。まあ、それもたらればになってしまうがな。存命だったなら彼を主役にしたタイガー城のドラマ撮影が計画されていただけに、悔やまれる最後だったぜ。次に紹介するのは、元サッカー選手の奥大輔さんだ。日本代表としてもプレーしていた、名選手よね。奥大輔さんは1976年生まれで、小学校3年生の時にサッカーを始めるぜ。高校卒業後の1994年にジュビロ磐田に入団。その後はチームの黄金期を支え、2002年に移籍した横浜 F マリノスでも中心プレイヤーとして活躍し続けたんだ。1998年から2004年までで日本代表としても26試合に出場してて、すごい成績を残しているのね。2007年には周囲からの優位もあったが現役を引退。2012年までは様々なサッカーチームで指導者業などを続けていたぜ。そんな奥大輔さんだが、2014年10月17日に突然の最期を迎えてしまうんだ。沖縄県宮古島の道路を車で走行中、何らかの理由で対向車線にはみ出してしまい、そのまま電柱に衝突してしまったらしい。懸命な治療が施されたが、約1時間半後に38歳でこの世を去ってしまったぜ。サッカーで大活躍した選手の最期としては、あまりにも悲しかったわよね。2012年頃からはプライベートな問題で世間を騒がせていたものの、この時の奥大輔さんは将来の飲食店経営に向け動き出していたそうだよ。そんな矢先の不幸な事故だったのね。不幸のあった当時、私生活の問題にばかり注目させる報道や、奥さんの現役当時のプレイを知らない人が騒ぎ立てていたことにはとても腹が立ったわ。色々あったのかもだけど、今は奥さんが天国でゆっくりと過ごせていることを願いたいわね。次に紹介するのは、プロレスラーの青木淳さんだ。とても男前で、強そうな方ね。青木さんは1977年生まれで、元自衛官という経歴を持っているんだ。1999年には、全国社会人オープンレスリング選手権大会 69kg 級で優勝し、2005年12月24日にプロレスラーとしてデビューを果たすんだ。以降はプロレスリングのア時代、全日本プロレス時代ともに長きにわたり大活躍を続けていたぜ。私たちはプロレスについてはあまり詳しくないから、青木淳さんの活躍エピソードや逸話などは、ぜひ詳しい視聴者さんにコメントで教えてもらいたいわ。そうだな。そんな青木さんだが、2019年6月3日に突然の事故に見舞われてしまうんだ。つい数年前のことだったのね。何が起きてしまったというの？この日の青木さんは、バイクで首都高速都心環状線の外回りを走行していたんだ。豊田トンネルの出口付近に差し掛かったところで、トンネルの壁にぶつかってしまい転倒してしまったぜ。すぐに病院に運ばれたが、22時40分頃この世を旅立たれてしまった。青木さんはこの時まだ41歳で、6月18日に世界ジュニアヘビー級初防衛戦を控えていた中での出来事だったんだ。大一番を迎える直前のアクシデントだったのね。それは悲しすぎるわ。今でも青木さんの訃報を悲しむプロレスファンの声は多く、生前の彼がいかに人気だったかがわかるよな。もしも今もご存命だったならば、と思わずにはいられないわね。次に紹介するのは、臼井義人さんだぜ。臼井さんも漫画家さんで、あのクレヨンしんちゃんの原作者さんよね。ああ、そうだぜ。臼井さんは1958年生まれで、1979年には広告関係の会社に就職しているんだ。そしてスーパーマーケットのポップ広告を作成し生計を立てつつ、漫画家としてデビューを果たすぜ。意外な経歴を持っていたのね。そして1990年から代表作である、クレヨンしんちゃんの連載を開始。1992年にはアニメ化されて、それ以降は国民的漫画、アニメとして愛され続けているぜ。大人になってからクレヨンしんちゃんを見ると、また違った良さがあって感動しちゃうのよね。わかるぜ。そんな臼井さんだが、2009年9月11日、不慮の事故によってこの世を去ってしまうんだ。登山が趣味だった臼井さんは、この日は群馬県にある荒船山に単身で日帰り登山に出かけていたんだ。その後に連絡が取れなくなり、一時は失踪事件ではという報道もされたんだが、19日になり、高さ120メートルの崖下に転落し亡くなっている臼井さんが発見されたぜ。享年51歳と、まだまだお若いうちの最後となってしまった。臼井さんはどうやら崖下を覗き込むように写真撮影をした際に、誤って転落してしまったようなんだ。こんな最後、あまりにも悲しすぎるわよ。その後、クレヨンしんちゃんの原作の連載はどうなってしまったの？一時は連載続行は不可能かと思われたが、臼井さんと長年チームを組んでいたスタッフさんたちが集結し、臼井義人&UI スタジオを設立、連載再開&続行することが決まったぜ。2010年8月から、新クレヨンしんちゃんと題名も改め連載再開され、2023年現在でも連載が続いているぜ。よかったわ。臼井さんの訃報はとても悲しかったけれど、スタッフさんたちが今でもクレヨンしんちゃんを守り続けているのはすごいことね。最後に紹介するのは、女子プロレスラーの朝日さんだ。とても可愛らしい方ね。ああ、朝日選手は2002年生まれで、女子プロ界で人気の若手選手だったんだ。中学1年生の頃からアイスリボンが主催するプロレスサークルに参加していて、2017年24歳の若さで正式にデビュー。以降は身体能力の高さと独特なキャラクターが愛され、アイスリボンのエース候補として活躍していったんだ。人気の選手だったのね。2023年9月にはアクトレスガールズへの完全移籍となり、以降もトレーニングや試合を重ねていたんだが、悲劇は突然訪れてしまったぜ。2024年2月1日に、不慮の事故により朝日選手がこの世を去ってしまったことが報告されたんだ。享年21歳だった。そんな、若くして現役で活躍していた朝日さんの身に、何があったのかしら？不慮の事故の詳細は明かされていないものの、試合中や練習での出来事ではない、との発表があったそうだよ。そうなのね、突然の訃報すぎて周りも困惑しているのでしょうね。そのようだな。様々な憶測が飛び交っているようだが、今は個人のためにも周りの方々のためにも、公式な情報が発表されるまで待つべきかなと思うな。そうね。ただ、ファンの方々は朝日選手の活躍をこれからも見続けたかったでしょうから、ショックは大きいでしょうね。ということで以上が、突然すぎる事故で他界してしまった芸能人、有名人17選、だったぜ。こんなにも多くの有名人が突然のアクシデントで旅立たれていたのね。ああ、本当に悲しいことだよな。この動画が、ファンの方々が個人を思い出し偲ぶ機会になっていてくれていたら、幸いだわ。私もそう思うぜ。それじゃあ、今回の動画はここまでだ。動画へのご意見やご感想など、気軽にコメントしていってね。最後までご視聴ありがとうございました。ゆっくりダークフォックスをご覧いただき、ありがとうございました。この他にも、おすすめの動画がたくさんあるので、ぜひご覧ください。それでは、またね。